本人ではないと、やっぱり子どもの頃に、なんかやっぱり、はい、僕らの時代はまだあったかもしれないんだけども、ね、もう忘れてしまって、やっぱりこう残しておきたいものとか、日本人の中にやっぱりこう必ずなんか昔の人がなんかこう伝統的なものを持っててね、それをやっぱりこう受け継ぐ、というまではいかないけども分かるねというようなものはやっぱりこう小さい子に持ってってほしいなって。もうどん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 本当にね、渋谷の交差点みたいに世の中動きますから、だからそこのところをね、やっぱり伝統というものが僕なんか欲しかったですけども、だから僕の力ではどうしようもないので、清少納言とかさ、ね、松尾芭蕉とか、やっぱりこう何百年前の人でしょ、なんかバッハとかパレストリーナに対抗しようと思ったら、こういう人に登場してもらわなきゃいけないわけで、うん、その人のなんかこう霊を下ろすんだね、作曲家っていうのはね、まあ、降りてくるっていうか、そして一緒になって松尾芭蕉がピアノ弾いたらこんな感じになるかなとか、清少納言が音楽したら多分こんな感じ楽しんでもらえるかなっていうものをなんか出してみたんですよ。だからまあ難しく考えないで、大人の人とかまあある程度ならどういう表現しようとか考えちゃうけども、あんまり言いませんね、まあ、何を伝えるのかとか、ね、やっぱりまあ自分の世界に入り込む。で、僕こういうの一番いいのは、あんまりなんかこうどういうふうに弾いて気持ちを伝えなさいというよりも、まあ、グレン・グルドがピアノ弾くみたいにね、自分が没頭して自分の世界になんかこの音楽で入ってほしいなというそういう気持ちがありますので、まあ、人それぞれになんか二分音符とか全音符の重みが違うじゃないですか、はい、やっぱりこうわーっとラフマニノフ好きな人が何これってこうなるけども、ね、なんかこうフルートとか日本 の楽器吹いてる人、一音成仏といってなんか込めるじゃない、なんか一音の曲もありますけどね、そういう意味でなんか音というようなありようっていうものもなんか先生と生徒と一緒に考えとかなんか楽しくね、なんかこう対話しながら弾いてほしいなと思いますね。けどもトイピアノとかね、すごく人気あるらしいですね。ああいうのでやりたいよね。ああいうのでなんか大人がやってもなんか洒落てるなって言って外に持っていけるし、可愛いのトイピアノ持ってなんか銀座歩いてるとかっこいいじゃないですか、ナウイナとか、なんかそういう時代が来るようなと共になんかこう弾いていただけるような曲があるとなんかいいなって、そういうところもあります。やっぱりこうある程度オクターブない、うん、制限やと、まあ、ドラみたいにしてこうドーンドーンというデンデラリューみたいな曲はありますけどね、やっぱりここまでのなんかこう、サイズでその中でかなり広げる、こんだけやらないとピアノじゃないっていうことがなくて、ポーン、でもやっぱりピアノの本当に美しさはあるんだっていうことをやっぱり子どもさんにもね、はい、知らせてほしいですよね、はい、知ってほしいなというふうに思っています、はい、次の世代はやっぱり何とかしないといけないなみたいなことはやっぱり芸の伝承みたいなことでね、僕はある程度持ってます、はい、日本的なこと自分なりの方法で、でまあ、昔じゃなくてやっぱり今はいろんなもう本当に音楽が多様化している時代にどういうふうにまあニーズを持って広めていくかということも含めて、やっぱりその大事な、なんかとても素敵な仕事をやっぱり僕が受け継いで次の時代に持っていきたいなっていうなんかこう思いはあるので、そういうものでこういうものを作っていただく、作らせていただく。